はようございます。おはよう。今日は謎に4時に目が覚めたです。やばいよね、4時に起きたよ。おはようございます。そう、6時前に起きる予定が謎に4時起きに何もいない。なんで、やばい、顔も光の色わからん。今日送りに行けなくなった。そう、ずっと言ってたよね。返信で見てたよ。絶対に来れますようにってめっちゃ願ってたけど、寂しすぎる。やっとね、7周年の感想とか直接話し合えると思うのに。確かに感想聞いてないわ。本当に、はい、悲しい、結構悲しい。おはよう、今日は1時間目が通信。おはようです。会2時間目、3時間目、4時間目がお話し会。完売が出てなかったんだけど、ツーショットがなんかおしぼし不可になってた。おびっくり。2時間目と3時間目はね、おしましが可能なので、あの今見ているそこのなんか空の券持ってないという、そこの本日当日券よくタイムです購入すると、あのお話ができるおしまし券がついてくるので、わーい、さっきちゃんよいしょ、さっきちゃんとじゃんけんできるあの券あるけど、ダメだよ。いや、はい、よ、あのそれはね、やっぱサンキちゃんにさ、いろんなサンキちゃんも多分来てってなるから、行ってもいいけど、そこで釣られるか釣られないかあなた次第。夜配信もしますよ、私は夜配信するけど、なんで今配信してるかっていうと、同部屋のさちゃんがしてるのに私がしなかった、私がみんな寝てると思って言ってくるかなと思ったから、そんなん悔しいから。おるよ、パセリはまだ寝てるのとか言われるの嫌だから、いやもう起きとるわってなるから、負けず嫌い発動して配信してますが、夜も配信しますよ。今日当日券あるからね、券持ってない方も来れるよ。多分前回の会場の外で光が分かんない言ってたからね。はいよ、あの多分今回もあると。そうです、チケット持ってないって方も当日券があるので、キャ来てね。ツーショットはね、あれだけど2時間目からは絶対来てね。映りが、やばい、光が分からん。ねえぱちゃん、はい、コンシーラーお借りしてもよろしい？いいよ、使いなさい、どうぞ。ただの注文置いとくよ、ここ。あんがと。すちゃん、電気さ、パーコの顔に照らしてくれる。やばい、ありがとう。うん、取り調べ受け取る。ちょっと光が分かんなすぎて。ながら誰かから取り調べ受け取った。うん、ありがとう。いいよ。おはようございます。めっちゃ照らされた。あ、ありがとう。おはよう。おはようございます。やばいよね、メイク。今日は全メンバー、ね、9時30分に間に合わせないといけない。そうなんですよ、始業式があるので、そう、私で髪の毛をする時間も会場であるから、もうメイクをするのがもうやばいって、バタバタだってなってますね。大変だ、大変だ、大変だ。枕の
まだむくんでいます顔が。私はさ、4時に謎に目覚めてさ、でもなんかずっと眠れなすぎた。なんか言ってたよね。うん、言ってたよ。めっちゃなんか喋ってる人がおると思う。私やん。夢なのか現実なのか。そっちゃんって言ってた。そっちゃん、朝よ、朝配信するのとか言って、いや、早すぎや喋ってたんだけど、そっちゃん、うんって眉毛、眉毛ちゃん、ちょっと光がさ難しいね、うん、分からない。会場着いたらもうやばいかも、メイクの濃ゆさの加減が。参加できちゃうよ。私は今日はなんとなんと白髪ツーショット写真館、キャーン。はい、私はまず1時間目のツーショット生写真が、生写真間違えた、ツーショット写真会が2番目。はい、お話し会は13番目。はい、ということで皆さん待ってます。私は20番です。20番にいますのでよろしくお願いいたします。やばい、今回は代わりメッセしかないからね。せな、待ってるしいよ、幕張のみ、待ってるって。眉毛だと思ってるよ。酔いだめ飲もうかな。長いよね、絶対長いよね。でも寝るかな、寝るなら飲みたくないよね、うん、もったいない日ね、うん、高いもんな。なんかちょっと眉毛ミスったかもしれない。そうね、幕張メッセって遠いよね。なんか眉毛、そう、確かに変だね。変だよね、まあ、大丈夫、いつもが切りすぎるよ。優しいち、ありがとうちいち。おはよう、みんな。乾燥してない？この部屋してるね、除湿してる、してるよね。メイク、メイクはいつもみんな自分でしてますよ。メイクさんはメイクさんって名前だけど、髪の毛をしてくれます。メイクは普段からみんな自分でやってます、公演の時もね。ヘアメイクさんですね、髪の毛のセットをしてくれるじゃん、メイクさん。え、そら最近知ったの、何シール貼られてた、うん、パーコのパセの印、パセのお下がりのファンデーション、ハートが、そうだよ、ハートのシールが貼られてた、なんか全部貼ってたんだよ、なくさないように。うん、それ肌に合わなかった、乾燥肌には合わないらしい。そうなん、うん、らしい。知らずにさ、うん、あの指原さんがおすすめしてた件でね、買ったけど、やっぱ人によって肌のさ違うの、違うから、ちょっとチーク分かんないから怖いね。いいよ、今日写し、あの途中で配信あるから濃いめがいいか。でも幕張メッセの光って、うん、天井高い、天井高くて上からやから暗く見えちゃうから、分かる。でもどうなんだろうね、ステージやからさ、ワンちゃんなんか照明とか
どういうあれか分からんけど、おはようございます。おはようございます。今日は衣装で待っています。ね、衣装だよね。衣装で夏服だと思うんですけども、なかなか間近で見れることないと思うので、もうじっくりじろじろことこと見てください。お出かけ行ってらっしゃい。楽しむ、てかほんまに楽しみ、もうほんまに。でもこの前握手会しちゃったけんさ、なんか触れないってなりそう、お互い。はぁって、どうしよう、空から触ってしまった。私も触っちゃいそう、みんなのこと。まあでも多分あれがあるんだろうね、シートが、ね、うん、もう触りそうで怖いな。待ってとか言って、ユッドコスタッフさんにごめんなさい、私が触っちゃったら、うん、触ってもみんなのせいじゃないので、できんな、勘弁。やばいぞ。お肌、やばい、私お肌に時間かかりすぎる女やからさ、うん、まだ何も全然すまん。大丈夫、まだ18分だし。私もさ、光がわからんすぎてアイシャドウの濃さがわからない、すべてわからない。今日は朝からパックをしました。ツーショット、え、今16分なの、やばい。今ね、目の前の時計18分つってるよ。嘘、嘘つき時計、それとも過去生きてるの、みんなが。こっち未来、遅刻しないように設定された時計でも前使った人がそうしたい。あ、1分行動、1分前行動するんじゃない。なんで、なんで戻してくれんの、時空の歪み。やばい、こういうのも全部さ、光が分かんないからさ、塗りすぎちゃう。あのさ、 MV 撮影の日もホテルでメイクしてたらさ、ホテルの光がオレンジすぎて、会場着いた瞬間にチークやばいから落としてって言われて、うん、わかんない。しかも今回薬生服だったからよりナチュラルで。私さ、制服の前に剣道着やったけんさ、うん、え、もうほぼメイクしない方がいいって言われて、うん、ほんまにやばしてないの、もうほぼしてない。可愛かったけど、マジでやば、顔に色ないし、まつげもマツパしてなかったら多分上げられてなかったけ、マツパしだったから、うん、まつげすごいね、私も言われる。絶対剣道部こんなまつげ上がってないよって言われてね。確かに。それはそう。まつげね、やばいよね。MV は可愛くない。おはようございます。よし、ファンデーションが終わった。イエイイエイ。やばい、お腹すいた。お腹すいてない。どっちかわからない。ね。夜ご飯が遅かったからな。そうだ。剣道部のイメージはメイクしてない、そりゃそう、汗で全部なくなるの、やばい。パセリテカってないよ、光で照らされてるんです、見てほしい。ぜひ光みんなに見せたい。嬉しい。あのね、ちょっと待って、カメラ反転したら大丈夫かな、ちょっと反転するね。ピョン、これ、この光がこれが顔に直撃してるんだよね。ほら、普通で見たらこんなんだけど、あ、後ろ散らかってた。今見せてるからみんなに、最悪見せれない設定なのに。そう、もう見せれない、もう初日の出レベルの輝き。14歳の空じゃないから、毎朝学校行く前に配信しとったけど、そんなの。そうなの。そうだよ、毎朝お母さんにその分を早く起こしてもらって、大変よ。
学生のメンバー大変だよね、本当に。ようやっとった。だって時間がさ、夜もさ、お仕事帰ってきてレッスン終わったりしてさ、間に合わないから朝するしかないじゃん。やばいね。私はずーっと24時までの人ずーっとずっとずっと。みんなインスタグラムを持ってない方、今すぐインストールして始業式の生配信見てね。ね、そちゃん、うん、見てほしいね。インスタグラムのアカウントの作り方の無理知らないけど、わかる、それな。私たちはスタッフさんが作ってくださったものを、うん、あのそれでログインしてって感じなので、うん、そう、わからないんですけど、どうやって作るのか。きっとパスワードを作るっていう。確かにパスワードはいる。みんなパスワードはちゃんと頑丈なね、うん、あれですね。うん、誕生日とかにしちゃダメだよね、うん、バレちゃうから。覚えやすいのはね。そう、今日はインスタライブで配信もあるし、何やら発表があるので、会場に来れない方も必見でございます。まあ、シナノソラハが喋るとか喋らないとか。はい、そうなんです。シナノソラハタイムがあるとかないとか。そうです。タロちゃんが喋るか。トキ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 。お、今日はよろしく、よろしく、楽しみ、久しぶりだね。じゃあ今から運命のアイライン書きをしてみます。あれ、ねえねえ、これの中身がどっか行っちゃった。今使ったんやけど。あった、ありました。うん、リアルお話し会は前回の幕張ぶりかな。幕張でまた再会だね。アニメートだった方はアニメートぶりかな。あとはリリーベだった方はリリーベぶりかな。みんな元気かな。みんなイメチェンしてないかな。イメチェンされてたらもうドッペルゲンガーが来たかと思っちゃう。じゃーん、目。目やばい。始業式のね、うん、お話何も知らないんですよ。立ち入りとか MC とか、うん、誰がのネタとかも分からないので、位置が上か下かも分かんないので。確かに分かりません。ね、でも絶対に前回の始業式、うん、1列だったら上だと思う。上から順番に読んじゃう。前回はそうだったけど、でもあのオンラインの時はさ、あの下からじゃなかった？あ、下から、下からだよね。右から？うん、みんなから見たら左、うん、だったけど、オンラインの時はどっちかな。で、一気ドラさんで名前の順ごっちゃだったから、左、右はクーカさん、左はイメディさんだった気がする。あ、そうなんだ、うん。私はリネかな。リネとアーナルがいた気がする。違うかな。でも前回さ、ソーシャルディスタンスだったよね、オンラインの時。ね、うん、人がいっぱいいたから、ね、前回フードの小さいとだったよ。風が待つかないっすね。やばい、今日はやりたい髪型あるから。のちに、え、アーシャとかじゃない、あれ。え、何も来てなかったよね。でもアーシャなのかな。アーシャだったら私ハーフアップだ。やりたいのはハーフアップじゃないけど、いや、分からん。みんな何がいい。もうアーシャで行くか、ツインテール、それかファーストアルバムのポニーテールで行くか。
シンテールは？ちなみにデカリボンあるよ。私は嬉しかった。嬉しかった。負ける。お疲れ様です。どうも、おはよう。みんなはツインテールで来る？そうだよね、待ってるね。髪どうしようかな。でも、ね、今日メイクで髪曲がりタイプなんですよね。そういうの。だから押したらもう先輩の力じゃもうダメなので、うん、押したら一人ボソボソの人が現れる。キャーやったでよ。でもね、漏れるやつどうしよう。あ、噴水ポニー。噴水ポニーあれめっちゃ時間かかるっぽい。先輩の力はね、発揮できます。ひなの先輩、お団子にしたい気持ちもあるけど、なんでかっていうと私は二重が重たいので、うん、ポニーテールとか高めの位置に髪の毛をその二重側が見えて、わかる、漏れるんです。わかる。私も団子もいいね。まぶたが重いの。まぶたもなんか、まぶたの重さなかった。よろしくね、ツーショット。めっちゃツーショットの時間までにはむくみ取っとくから。今はまず寝起きだからむくんでるけど。多分帰ってきてショールームしてる時が一番むくみ取れてる気がする。悔しい。なしですね。なんで？可愛いのに。なんでかっていうと、レイヤー入れてるので、もう変なやつ出てくる。確かに。レイヤー入れたね。ツインテールキャラじゃないんですよ。もうそれはちょっと分かる子に隠した。じゃあ私か。パークは顔押さないから大丈夫。そうなんだよね。絶対そちらに年下に見えてるよね。顔の形。痛くてもうできなかった。そう。自分の顔面的にメイクとか変わった。可愛いのに。私好きだよ。セトチャレのそちら。やばい、セトチャレ。ね、セトチャレロケの時はね、ツインだったよね。ツインだった、スチューデンツで。なんでかっていうと、可愛いから。ST の可愛い担当だから。どうもビジュアル担当です。うん。サラちゃんとサヤカリンとソタロウは。この前パパにもさ、それこそ話しとってさ。それこそ。うん。ソラがビジュアルメンバーなんだよね。そんなにトランプだ。なんで？お互いによく考えて、サラクタザヤカリンと一緒なの？うん、その2人がビジュアルメンバーと一緒ってことは、3人中2人もビジュアルメンバーだったら、四捨五入して私の、うん、すぐ四捨五入するやん。ビジュアルメンバーになるよって、うん、お言ったの？四捨五入って意味は合ってるけど、うん、って言われて、うん、あ、どうもビジュアル担当です。ビジュアル担当のシナノさんです。どうぞ。私がビジュアル担当だったらもう終わっちゃう。なんで、うん、めっちゃ可愛いのに、うん、顔が美だよ。美、昨日も寝るときも言ってたよね。うん、顔可愛い、めっちゃ可愛いねえ。みんな、そりゃパーコのファンはパーコが好き、パーコしか勝たん、ソラのファンはソラしか勝たんって言ってくれるよ多分ね。優しい、みんな愛だね、うん、まつげ、まつげ、そんなに可愛いのに。だってそんなこと言ってくれるの、うん、可愛いのに。そんなん好きやん。あ、今日皆さんダメだよ、そんな序盤に好きって言ったらもう私退場するので言わないでください。なんで？テレって話せなくなって、うん、ソラハのいいところがなくなるから。そうなの？もうソラハは話せる、うん、みんなといろんな話ができるっていうので、うん、お話し会のあれなのに、別に可愛さじゃないから、うん、なのに、うん、そんな可愛いとか好きとか言われたらテレって何も話できなくなる。じゃあどうしたらいいの？言いたかった。可愛いって、可愛いと好きは最後の最後の、はい時間ですって言われた時、せーっ絶対結婚しようとなって言ってください。お断りですって言うの？言ってくださいね。わかった。バイバーイって言うかもしれない。ありがとう、声が聞こえてないかもしれない。すげー、もう本当にテレビでマジで知らなくなるから。だってさ、夏の好きはご用心も最後に言うもんね、うん、好き、風は
おはようございます。まつげ完全にビジュアル担当でしょ。わらわら、何その、わらてん、何わろてんねん、何わろてんねん、それは表ないわらわらよ。あ、わら、表ないわらわらね、表ないやつや。わらわら、でかい W が2個もついてる。 WW 大爆笑しとりやない。 www.nhk.or.jp/bitworld/知ってる、この前さ、一人でいるときにさ、思い出したの。ビットワールドの存在を。何ビットワールド？金曜日のテンテレだよ。やばい、ジェネレーションギャップかも。おでんくんとかやってたやつだよ。知ってる？ビジュアルメンバーよ、だって優しい。うん。お仕事行ってらっしゃい。待ってる。パだよ。来てくださりましたね。楽しみしみ。みんなに衣装いっぱい見てもらえるの嬉しい。顔も見てほしい。まつげこんな。ソラハの注目ポイントは、はい、まつげと矯正です。多分ワースピース矯正してるの私なくらいだね。確かに今はいないか。みんなもう終わった。そう、みんな終わった。私も本当だったら終わってる。もう2年経ってる。最悪。サボっていた月が回ってきたのです。まつげさ、もうね、落ちかけてきてても、え、早くない？そう。私と一緒に行ったよね。バラつきが出てる。あ、そう、同じ日だったっけ？違うとこだけどね。違うお店に。え、もう空も生えてきよる。じゃん。眉毛。眉毛じゃない、まつげ。おはよう。楽しみしみ。しみしみのおでんが食べたい。しみしみ。そう、松葉ってさ、やばい、一回で月さ、めちゃお金が。キャーって。ごめんね、めいこないとて。ひでよさんが旅立つ。うわ、ちょっとビジュアルいいんじゃない？なんかおもろい名前や、うん、わ、おもろい、かわいいなってちょっと思ってくださった方が今配信に見に来たらビビるよね。お前誰や？お前誰や？だみんなまだね、寝起きやけんさ、大丈夫じゃない？悪、みんな寝起きやけんね。みんな寝ぼけとまだコンタクトとかつけてないんじゃない？元から目の人どうしてる？うん、薄めで見る。薄めで見るらしい。メイク中でも可愛いなんて、もうほんまにやばい。やんでんの？ありがとう。肯定してくれる人ほんまに全然おらんからです。肯定ペンギン。おはよう。お、そろそろ電車。早い。電車。気をつけてね。優しいち。寝起きていますって。寝起きてるの？今日来てくださるの？うん、きっといろんなレーンに行くのだろうな。好きでいてくれてありがとう、今日。何それ、彼女みたいな。かわいい。誰に言ったの？みんなに？内緒。内緒なの？うん、言わないの？かわいいね。皆さん、ビッグニュース聞いていい？何？昨日の夜、沼にハマっていたお店から、そう、そう、姫路駅が流れて、うん、え、そのみんなも聞いてくださいね。バックミュージックっていうのかな。BGM？ BGM に、なんと、なんと、STU48 の、うん、兵庫県バージョンが流れてる。それな。何これ、聞いたことありすぎるので。いとしの兵庫はこぼべこぼって言ってね。明石焼きからご姫路俺を言ってた。言ってたよね。ショールーム終わってすぐにやってたんですよ。そう、この前歌ったんやけど。ね。姫路駅が見れて、もうなんか帰った気持ちで入れた、また。昨日ちょうど姫路駅からだったんですよ。イメージ、だからめっちゃより親近感で、ほんまにびっくりした。
今日はよろしくね。こちらこそよろしくね。ツアーの感想もいっぱい聞くね。楽しみでござるよ。喉がこの部屋乾燥しすぎだよ。誰か湿度を上げて。浴衣祭り、今日からのイメージ最高じゃないですか。浴衣、こちらは8月、楽しみ。どんな浴衣かな。オーバーシックスラ終わったかも。メイク、マジ、うん、何も終わってないんだけど。そうじゃん、何もってことはないんだよね。終わってないの。全部終わらないと、うん、終わったって言葉発せれない。なんそれっていう病気。そうなん、うん、あ、やばい、お腹なっちゃったね。ポン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 。もう膜張り付くの早くない？あれじゃない？ CD とか。あ、それこそ始業式前で見たいな。そっか、ありがとう。朝から同じぐらいに起きてた。時間前行動ぐらいするんじゃない？すごっ、1日いるってことはさ、もう大変じゃん。ありがとう。はいよ、みんな空のね、来てね。いやいや、待ってる、ずっと。かわいい、行くよ。来れないだろう、同じ時間か。確かに全部一緒だった。待って、ベッドの下に落ちちゃった、メイク。後で撮る、忘れないで覚えとかないと。リップライナーが落ちちゃった。マジか、メイク中一緒に可愛くならんね。もうより、もともと可愛いけど。もと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 綺麗。見せてごらんなさい、可愛いフェイスを。 So pretty cute face。 見せてごらん。はい、 So pretty cute。うん、あなたが見せてくれたの、うん、ありがとう。今ね、あのね、ベッドをねくっついてるから今ね取れない。ちょっと見てほしい、ここに落ちて。ちょっとやばい、下画面になる、はい、うん、ここに落ちた、この中、ここの中に落ちたから、もう取れない。終わってからじゃないと。弾いてみたの？じゃん。おはようございます。忘れないようにしなきゃね。大変だ。おはよう。じゃん、そちゃん。そたろ、そたろ。お話し行くよ。おはよう。いっぱいチークつけとこう。ペイ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 。アイライン長め、やばい、ギャルだ。ギャル。上手。遊びたい。なんちゃらら。なんちゃらら、あの。なんちゃらら。ギャル。上手。おはよう。目玉親父みたいな。おはよう。ソタロー、おい、ソタロー、笑える、おい、笑える、これは流行りですよ、みんな。うまそう、終わったけど、笑える、ほぼ終わっちゃった、この流行り。年末の流行語までに残ってほしいわ、ね、あと半年。おい、笑える、かも、うまそう、笑える、みんなわかるかな、これ。なんか流行ってたらしい、それも知らんかったけど後から知った。 TikTok、 おはよう。いつもこんなテンションなんだよね、はい、実は、はい、ん、あ、撮ってくれたの、はい、ありがとう、そちゃんが撮ってくれました、ありがとう。ベッドの下から、うん、こんにちは、こんにちはしたの、ありがとう。ノースリーブで寝てた、キャミソールで寝てました。キャミじゃない、あれ薄着だったよね。あのね、エアリズムで寝てました。あのベージュのユニクロのね、エアリズムで寝て
ます。ユニクロのエアリズムめっちゃいい。あれを着てると汗が引く気がする。なんでかっていうと、私ホテルとかのパジャマがもうぶつぶつになるんですよ。しかも今日もシンプルにめっちゃ気の乗るから、早くて食べて海鮮食べるからよ。いや違うんだよ。違うの？そうなの？そうだったの？今幕張に向かって、スーチー待ってる。みんなおはよう。卒業式はソラハンのこと撮影してる。確かに始業式、あの充電忘れないようにね、みんな。カメラってね、充電すごいね減るから、とあのモバイルバッテリー忘れないでね。あとよろしく。なんだっけな、ソラハのグッズとか持ってくださってたら、うんうん、あのカメラにですし、見やつきやすいかも、うん、今日は全メンバーのファンの方々がいらっしゃるので、うん、やっぱそうなるとね、うん、カメラいっぱい向けられてみんなこうなるじゃん。なると顔が見えなくて、そういうの顔見えないんだよね。だからこうなんか、でもとはいえも頭の上に何かつけたりとかするとそれは後ろの方にね迷惑になっちゃうので、うん、そう撮画だよ撮画。あのスマホと携帯のみ撮影可能です。だからカメコタイムではない。あのそう、おパスに乗れんも来るの、ありがとう、待っているよ、よろしく。喉をいたわりながら元気いっぱいよろしく。やばい、久々にさ会話するからさ喉の負担がやばそう。はいよ。そうじゃ、メイク何パーぐらい？あとまつげ、まつげ終わり。やばい、42分。やば、まだやばい、やばいんですね。あれ、なんか来た時よりメイクポーチがスカスカだ。怖いよ、怖い。誰か持ってったか。終わったよ。じゃん、クロミメイクポーチ終わったんご。たまに読み上げ配信、分かった、またやるね。多分今日でまた悪化するから、広島帰ったらまた声ガサガサ。やばいじゃん、ライブあるのに。そう、フェスあるの、ね、やび。喉がさ最近ずっと弱い、病院も通ってるのに。私さ、どのメンバーよりもマスクしてさ保湿したりしてるじゃん、うん、なのにさ激弱喉なんだよね。悔しい自分でも。持って帰ってこればよかったね、うがい薬ガチでね。うん、効く、うん、お母さんが子供の頃から、うん、あれのそのうがい薬は、うん、イソジン、知らんのちっちゃい、めっちゃ黄色の、ちっちゃいの、うん、見つけたら教えて、買うから。おはよう。幕張メッセ着いたけどまだ開いてない。やばい、早い早い。人いますか？もうみんなもうそんな早く来てくれてんのか。ありがとう、ありがとうございます。そろそろ終わり時間だね、そっちは、うん、今日は夜ができないのにこんなにコメントも読まずにさ配信しちゃって、メイクに優先しちゃって、ごめんね。明日は朝早いので、うん、頑張って、ファイトよ、早起き。私はだから1日半後になる。次私は今日の夜配信できます。寂しい、一人ぼっちっちやん。うん、あと5日後とかに会えるよ、元気でね。余裕だね。
寝て。今日私さ、なんかなんで4時に目覚めたって感じねえ。うん、月曜日よろしくね、フェス楽しみしみ、フェス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 、ゴイゴイス、仕事に行ってきます。今日も一日共に頑張ろう。はい、とよし、メイクできた。 おめでとうございます。マジでよかった、おめでとうございやす。おはよう。喉そうそうって。え、いい感じじゃない？ギャルなんだけどメイクが。マジ？なんかギャル。会場着いた。かわいい。いや、さちゃんベッドの下にいるから上目遣いしてくる。私を釣ろう。いつも上目遣いできないから。ね。いつも下目遣い。下目遣い。上から目線、うん、終わりだね。あ、そっちゃん。スポンジポンポン、スポンジボブ、パイナップルに住んでいるスポンジボブ、スポンジボブ。もうやばい、テンションがさ、うん、テンションやばい。展示ホール6ショット写真会3、嘘、2レーン。みんな年表見てね。年表計算ね。おしましも OK 時間があるので待ってね。 OKOK、OK OK、今日はよろしく、こちらこそよろしくね。出発。待って、あなた修羅場じゃない？レーン割りレーン割り修羅場の人もよろしくね隣、そらさ、うん、めっちゃ癖でさ、うん、横にさ自分の方いても見れんのやけど、なんかさ、なんであーとかする人おるやん、うん、私結構ガチで傷ついてて見れないでもわかる、隣の隣の絵でも私マジで別に知ってたらさ、元から知ってたらああってなるけど、あの知らない間に並んでたらえちょっと、それ結構ガチであのあってなって、うん、結構やむから、やむの、だから自分のまっすぐのレーンしか見れないの。でもさ、集中してるからさ、横のレーン見てるあの余裕ない時もあるよね、ファンの方と喋ってるから。他のファンの方とか 見たりとかした方がいいよとか言われるけど、わかんない、うんうん、もし他のレーンに自分のファンの方がいたら、ほんまにもう愛の重さって感じなんで。確かに見とられ寂しいよな、うん、はい、愛の重さ初めて分かったよですか、皆さん分かってますか。心が痺れるくらい、やばいでしょ、私の愛の重さねえ、まあ、これはオンラインではなかなかない、オンラインでもバレてるけど聞こえてるけど、何々さーとか言ったら、うん、あれ、この名前は聞いたことあるの、うん、あれで、ちょっとちょっともう終わる時間よ、そちゃん。でも誕生読む、どうぞ。読むね。13位トニーさん、12位松田さん、11位エリオさん、10位ヒロッチさん、9位マコバヤさん、8位イモケンピさん、7位陣内さん、6位アルテミスさん、5位クロさん、4位しんちゃんさん、3位メロンのあそこさん、2位 G2 さん、1位ガトーショコラさん、ありがとうございました。それでは誕生日したいと思います、はい、13位エステユサギちゃん、12位アスパラさん、11位コカジアさん、はい、10位デゼルレンさん、はい、9位クボさん、8位帝国さん、7位大阪ミリモノカズさん、6位ララマイさん、5位カイツさん、4位ミーさん、3位タコスケさん、2位渡辺サブローさん、そして1位はタアカさん、ありがとうございます。ありがとう。本日は、はい、直接お話し会、はい、わかりません。ツーショットもよろしく。9時30分からは始業式がありまして、はい、ステーテイトの公式インスタグラムにて配信がありますので、うんね、そちらで、ね、配信中にね、まあ、お知らせがあるって書いてたので、うん、皆さん見てくださると嬉しいです。やばい、お知らせ緊張。
ドキドキドキ。今日は一日お話し会とかね、ツーショット写真会ももちろん、3期生のじゃんけん大会とか、うん、それこそ物販で新グッズが販売されたりと、いっぱいありますので、うん、まあ、ね、合間にね、休憩の合間とかに年表を見ていただいたり、見てね、本当にね、信じられないぐらいあるので、うん、2019年から5年分かける、それがメンバーズ分、私たち2人で60個はあるから、どういうか分かれてるのか分かんない、多分カッコシナの空がカッコって感じだと思うんだけど、うん、そう、ぜひ私に何個だろう、ちょっと調べてんですけど30何個あるので、私もだよ、ちょっとみんなチェックしてください。でも絶対写真は1枚で、はい、1個の話題につき1枚全部提出してるので、だから30何枚あっちの写真があると思うやばい、写真も楽しみ、他のメンバーのも楽しみ、それを書いてくれてる人がいますようにと思う。過去の年表はちなみにどんなのが書いてあったかっていうと、お決まり喧嘩中とかそういうのが書いてあるような、なんか、なんだろう、メンバーの、そらはは丸々さんの手料理を食べたとか書いて、丸々さんとそういう感じです。何々発売とかもあるけど、それじゃなくてプライベートなやつもあるみたいな感じ。それじゃあまた会場で会う方は会場で、会場来れない方はインスタライブで会いましょう。また明日ショールームでは明日会おうね。この後幕張で会いましょう。バイバイ。ではバイチャラポー、またね。みんなでする方はおやすみちゅー、みちゅみちゅー。